We love Tolicity。皆さんこんにちは、本日はですねやっとこれだいぶ待ってらっしゃった方お問い合わせいただきましてありがとうございます。だいぶお待たせしちゃったんですけども、ついにですね我々、デュガクラフトワークさんと、そして HV ファクトリーさん、そして我々 YSP 横浜戸塚がですね共同で開発したレッグシールドで、よかったでしたっけ。そうですね、レッグシールドが、出来上がりました。見てください、これマットブラックのボディにつけてるんですけども、今現在販売している商品はこのゲルコートツヤツヤの黒ですねになってます。そしてこのボルトがですねかなりこれで固定してるんですけども、武骨でですねちょっとかっこいい感じになってます。デザインもトリシティに合わせて、非常にですねエッジの効いたデザインになってますんで、つけることによりよりかっこよくなる、ちょっと一昔前のオーバーフェンダーみたいな、そんな、デザインになってます。黒の、ゲルコートなんで、ちなみにこれでしたらどの車体に合わせても違和感が出ないように、工夫されて作ってます。そしてですね出幅どれぐらい広くなるのっていうとですね、これ片側40ミリですね、4センチです。そしてこれ1枚の重さはそんなに重たくないんですけども、だいたい122グラム前後ですね、はい、になってます。そんなですね血と涙の結晶のレッグシールドなんですけども、ここまで作るのは大変でしたけども、皆さん取り付けはとても簡単です。でちょっとこちら見ていただきたいんですけども、もうこの形になってます。なのでバイクにピタッと合わせてみていただくとなんとなくわかると思うんですね。でここにこの裏側にウェルナットというものをつけてください。ちなみにウェルナットというのはですね、こういったものです。もちろん商品にこれが入ってきます。で、ここ 9.5 ミリの穴を開けていただいて、このゴムをはめて、で、外からこれを当てがってネジを締めていけば、それでもう取り付けることができます。ちょっとネジがこっちですね。こういう感じですね。でこれはもうバイクを整備する方には結構おなじみの部品になるとは思うんですけども、とても簡単につけることができます。ちょっと穴を開けなくちゃいけないので、一回当てがってみてこの穴のところにマークをつけてですね、やっていただくことをお勧めはするんですけども、バイクの整備に慣れている方でしたら道具を揃えてから10分15分程度で取り付けることができるんじゃないでしょうか。はい、そしてですね皆さん気になっているところだと思うんですけども、トリシティ125、それも2015年6年とかそのあたりのモデルですね、もう取り付けることができます。そのままくっつきます。これなので155のユーザー様だけではなくてですね、125のユーザー様にも、使っていただける、そんな素敵な商品になってます。だんだんちょっと番宣みたいになってきましたけども、番宣じゃないや、通販の番組みたいになってきましたけども、まあそれだけ完成が喜ばしいということですね。はい、ではちょっとですねまたがってみた感じを見ていただきたいと思うんですけども、はい、ということで今岡村さんがまたがってくれてるんですけども、まず正面からのビジョンを見ていただきます。こんな感じでワイドになってますね。はい、正面から見るともう足が隠れてしまってるのがわかります。なのでよりこのトリシティはルーフもついてるんでかなり防寒してる感じにはなるんですけども、よりですね新たなトリシティをですね素晴らしく、演出してくれる、そんな一品になっていると思いますし、見ていただくと分かるんですけども、デザイン的にも非常に優れた、角張っててかっこいいですね。そして、後ろからの状態も見ていきましょう。後ろから見るとですねかなりワイドになっているのが分かります。この感じで、まるで包み込まれるようにそんなビジョンになっているんですけども、これでですね快適に走っていただくことができるんじゃないかと思います。この商品は、まだ世の中にはなかなかないものだと思いますし、もちろんこれと同じものというのはですね我々 YSP 横浜戸塚、そしてデュカクラフトワークさん、そして HV ファクトリーさんでしか、買うことができません。はい、後ろから見た状態、人がまたがるとこんな風になります。ちなみに、ちょっと
インタビューしてみたいと思うんですけど、岡本さん身長いくつですか？176です。176センチです。体重いくつですか？65です。65キロだとこんな風になります。足元のスペースを邪魔するようなことはないですね。ただ乗り降りの時はちょっとあんまり雑に扱われるように気をつけていただきたい部分はあるんですけども、そんな感じになってます。この商品は一応この今一つできているこの商品がですね、15,800円、合ってますよね、15,800円という価格でやるんですけども、一応この商品の評判が良ければ、ある程度良ければ当然これもちょっと違う展開も考えてます。例えばカラーの部分だったりとか、もしくはここを延長してちょっと手の方までねガードするような製品も、考えてることは考えてます。はい、そんな風になってます。はい、皆さん今日の動画はですね、ちょっと宣伝っぽくなっちゃいましたけども、ただこの商品ができた喜びがですね盛り上がってしまいまして、そんな感じになりました。この商品は、何度も言いますけど、YSP 岡本塚、HB ファクトリーさん、あとはデュカクラフトワークさんで買えます。で、一応 HB ファクトリーさんでもですねこれ、展示してます。基本的にはで商品開発に使ってる場合もあるんで、一応お電話でねご来店される場合は1本、今から見に行きたいということを言っていただければ、この屋根のついたトリシティが、見ることができます。そして我々 YSP 岡本塚でも大体置いてあります。なので一度ちょっと、お問い合わせいただいてから、ご来店いただくことをお勧めはいたします。そして、実際にお電話でご注文いただくとついてくるのはこれですね。このパーツ2つと、そしてウェルナット、そして、ボルトのセットですね。これで取り付けることができます。このセットが、届くというふうな形になります。まあ、詳しくはお問い合わせください。そしてですね、今後なんですけども、これを実際につけて雨の日に、どれぐらい効果があるのかみたいな実験してみたりとか、実際に走らせてみてどうなるか、見ていきたいなとは思ってます。はい、そんな流れになります。そして当然このトリシティのコンテンツもこれで終わりではなくてですね、まだまだいろいろと続いていきますので、またぜひお付き合いください。今回は宣伝でしたね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、ここで皆さんにお願いがあります。この YouTube にはですねコメント欄というのがありますね。今回の動画の、情報をお持ちの方とか、このバイクのオーナーの方、よかったらぜひそこにですね感想などを書き込んでいただけたらすごく助かります。そしてですねこのバイクに対する疑問だとか、わからないこと、まあ同じですね、そういったことがある方ももしよかったら書き込んでみるとですね、もしかしたら誰かが答えてくれるかもしれません。ぜひコメント欄を有効にご活用お願いいたします。